今日の御言葉、テサロニケ人への手紙第2、1節から4節。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの来臨と私たちが主の御元に集められることに関してあなた方にお願いします。霊によってであれ、言葉によってであれ、私たちから出たかのような手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてもすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。今の世の中にはたくさんの間違った教えがはびこっています。その間違った教えを聞いて心を騒がせたり落ち着きを失ったりしないでください。不法の者は神に対抗して自分を高く上げます。そんな不法の者に騙されてはいけません。私たちはイエス・キリストだけを見つめて人生を歩んでいきたいと思います。 All for Jesus!